有田隆平はトップリーグ神戸成功コベルコスティーラーズに所属するラグビー選手。小学1年生7歳の時にラグビーを始める。東福岡高校では1年時は控え選手だったが2年時はプロップとして花園に出場しベスト16。3年時はキャプテンナンバー8として花園に出場しチームを決勝戦まで導く。 悲願の初優勝が期待されたが、スタンドオフ山中洋平を要する東海洋行、母子高校の前に5から19で敗れた。2011年、コカ・コーラウエストレッド・スパークスに加入。同年11月5日に行われた、ジャパンラグビートップリーグ第2節の東芝ブレーブルーパス戦にて、途中出場で公式戦初出場を果たす。2015年、ラグビーワールドカップ2015の日本。 代表バックアップメンバーに選出された。2016年、コカ・コーラ・レッド・スパークスの副将に就任した。2018年、神戸成功コベルコ・スティーラーズに移籍。3人の兄がいてありた4兄弟と呼ばれている。全員にラグビー経験があり、長男は柔道に転じたが、次男・ケ介スケは、東、福岡高等学校、中央大学を経て、トヨタ自動車で、三男・翔太は、 東、福岡高等学校、厚生大学を経て、コカ・コーラでプレーしている。ありがとうございます。